を取りながら、さすがメンドリ栗原です。スタートしました。5号艇メンドリのみが遅れます。4号艇高田氏、4号艇増田啓司、2号艇石田ブロック、1号艇の草林勇気、4号艇果敢に行く、1号艇ブロック警戒に、1号艇の草林勇気バックエアファイター、4号艇の増田啓司が2番手、3番手争いは段々気味に2番3番5番でありますが、この2杯を冷静に勝つ2号艇の岡村正也さばいている。4号艇の5号艇切り込んで草林勇気一気に、さあ4号艇の森高を捉えてきている5号艇の草林勇気。5号艇は差してから前回岡村でありますが、ボートは外からも変えてきている5号艇の草場、あっさり3番では逆転成功、かなり前を行く2号艇の岡村にもグググググググッと感覚を詰める5号艇の草林勇気。やはり17号機の威力は3番手という状況ながらも見せつけまして、上位は1番2番5番ラストコーナーを回りました。第11レース3番4番ダッシュ5番6番3番です。スタートしました。2号艇の石橋がトップタイミング、4番5番6番遅れた1号艇をまずは2号艇の石橋が叩く展開。4号艇草場乗っていく、6号艇の佐々木和信思い切って回してバックへ入ったか、4号艇切り込む草林勇気、2号艇の石橋が先制まくりという展開も、両サイドから4番6番がぐぐぐぐっと前へと突き上がってくる、伸びる伸びへとつながる草場に佐々木前提スターター成長4